はい、どうも皆さんこんにちは。スルメチャンネルのスルメです。今回はですね、中古でこの秋山動物園号がちょっと前の売ってたんで開封していきたいと思います。値段は1300円ですね。まあちょっと、まあ新品で買うのとあんまり変わんなかったんですけど、まあそんな高くもなかったんで。あと、あれですね、この日、この中古店に同じ商品が、これ4つも売ってて、誰が売ってんだろうと思って、相当な多分物好きだったんで、北海道好きの人だったんですよね。わかんないですけど、交尾者はこんな感じですね。ペンギン号。全面にこうやってシール貼ってあるの。ちょっと戦闘車なんですけど、ずいぶん前のこれ、もうこれも中古なんですけど、オホーツクとちょっと比べましょう。この、多分、ポってなってるんですよ。これ、わかりますかね。これが多分なくなってて、まあ、金型違うんですね。この子。横も、シールは1834。これがどんなのか、わかんないですけど。あとこうやって、まあシールですけど、ちゃんと再現してるのがなかなかいいですね。ドアもどこだな。親ペンギンが子供ほったらかして子供逃げちゃった。そんな感じの絵なんですかね。どういう感じの絵かわかんないですけど。まあ反対側も同じ感じですね。屋根はこんな感じです。細かい作りですね。こうやってボルトなのかな、こうやってボコボコしてる、とても細かい。床下機もね、こうやって、すーごい細かい。多分相当すごいね。ありがとうございます、僕は。まあ、こうやって、昔のやつと比べて、昔はこうやって窓が開けてあったり、まあ、これは変わんないですけど、ここもちゃんとボコボコしてるんですね、ここ。まあ、なんで、こういうクオリティとか昔のが高かったのかなと思います。じゃあ次は、中間車。中間車、黄色い色。ライオン号。こうやって後ろちゃんと見て監視してて、もう逃がさねえぞって。もう、お前ら3人は社畜か。どうでもいいや。182-47。エンジンとかもちゃんと、こっちも再現されてますね。トイレかな、これは。トイレかもしれない。あ、ここも。ちゃんと、わかりますかね。なんだろ、これ、通気口なんだろ、ディーゼル特有なのかな。まあ、これシンプルな作りだけど。これで。ちゃんとこうやってシールで細かく再現すると思いますね。まあ屋根はこんな感じですね。こちらもボルトで細かい作りになっております。最後に青色戦闘車ですね。北極熊号、全部なんか後ろ見てる。こっちもあれだな、ライオンが後ろ見てる。ペンギンこいつが育児放棄じゃん。育児放棄ですね。もう白熊、こいつだけなんか、後ろになんかあるかもしれない。なんだこのくだらない話だった。まあ上はこんな感じですね。まあ交尾車と変わりませんね、そこは。今度は先山道具。先頭車はこんな感じ。前面は、白熊が、なんだろう、相撲を取るような感じ。なんか、ふんどしようになって。まあこちらもやっぱボコボコはない。見てきても再現されております。まあメカは、あれですね、こういう感じで。じゃあ早速、まあ電池を入れて、まあ、これか。あ、動いた。今の電池古かったのか、なんか、今の電池確か、どっかの中古の車両に入ってたなんか、やつだった気がする。これも相当古い。あれ、どこ行った？あ、これか。これなんか山陽って書いてあるんです、山陽って。山陽ってわかりますかね、みんな。これビッグカメラ。山陽電機。多分、今、俺、高校2年生なんですけど、同年代で知ってる人がほぼいない。東芝いい、まあ、電池のある人もいるんで、とにかく置いてますね、こうやって。最後に、走行動画をお楽しみください。